ジェームズ・ドラモンドジェームズ・ドラモンドから1863年3月26日は、スコットランド生まれで、オーストラリアで働いた、園芸家、植物学者である。西オーストラリア州の植物を採集、研究した、スコットランドのアンガスのインベラリティで生まれた。父親も園芸家で、弟のトーマスも園芸家となり、キューバで働いた。兄弟は、 父親の働くインベラリティの屋敷で働いた。庭師として認められるようになり、1808年からアイルランドのー区に王立ー区研究所が設立した植物園の学芸員に任命され、有用作物の栽培実験を行い、アイルランドでいくつかの新種植物を発見した。1810年にロンドン林理協会の巡回員に選ばれた。1828年に、 不況で政府が植物園への出費を取りやめると、すでに結婚して6人の子供のいたドラモンドは職を失うことになった。オーストラリアのスワン側に作られる入植地への博物学者の募集があり、入植地に公園が作られる計画なので、仕事が期待できそうなので、それに応募した。ドラモンドは家族と入植地の役人とパーミリア号でオーストラリアに渡り、 最初に市オーストラリア州のガーデン市までしばらく過ごし、後にスワン川の流域農場を開いて生活した。1931年に西オーストラリア州総督、ジェームズ・スターリングによって公立の植物園、育種用農園を設立し、ドラモンドを有給の監督官にする計画が作られ、その用地に住居を建てたが、州政府によって専任の監督官を置くことは、 反対され、政府の役人として収入を得ることはなくなった。1835年に総督スターリングの妻のいとこで海軍士官で植物収集家のマングルズが西オーストラリア州の探検家のジョージ・フレッチャーモーに手紙を書き、西オーストラリア州の植物の収集に協力するように依頼したとき、モーはドラモンドの息子で父親の影響で 植物収集を始めていたジョンストンから100種余りの種などを購入し、マングルズに送った。その年の終わり、マングルズから再び2箱の輸送用のケースが送られたきて、これに西オーストラリア州の植物を詰めて送るのを依頼されると、モーはドラモンドを紹介し、その仕事をドラモンドに任せ、その費用をモーが負担することになった。1835年からドラモンドは、 西オーストラリア州各地の植物採集調査を続けて種苗や標本をマングルズに送り、送られた植物は植物学者のジョン・リンドリーらによって研究され、ドラモンドは植物コレクターとしての名声を得た。マングルズとの関係はドラモンドが多くの対価を求めることや標本の扱いが雑であったことにより、マングルズは別の植物コレクター、モロイ夫人や ヒユカの植物の種、スクローローリーナ・ドラモンディなど多くの学名に懸命されている。ジェイ・ダラムは植物の学名で命名者を示す場合に、ジェームズ・ドラモンドを示すのに使われる。ありがとうございます。